こんばんは、 DJ 森沢です。こんばんは、トッチーこと戸塚由美子です。ラリードライバーでもあるトヨタ自動車の豊田章男社長がハンドルをマイクに持ち替えてお送りするラジオ番組、 DJ 森沢ハンドルザマイク。車のある暮らしをもっと楽しくする30分お送りします。今日のテーマは DJ 森沢ファイナルラップは感謝のコネクト。DJ 森ぞうハンドルザマイク。 This program is brought to you by トヨタ。 DJ 森ぞうです。トッチーこと戸塚由美子です。さあ、ついにこの日がやってきてしまいました。去年の8月にレギュラー番組としてスタートして14ヶ月、今日が最終回、ファイナルラップです。ファイナルラップです。森蔵さん、ちなみに耐久レースの時にドライバーとしてファイナルラップを走る時ってどんな気持ちでハンドル握ってるんですか？っていうか、感傷的なコメントを期待してますでしょ。ファイナルラップですから。ファイナルラップだから、はい、それやっぱりファイナルラップってのは最後チェッカーフラッグを受けるってことですからね、うん、それはね、誰でも受けれるもんじゃないし、はい、非常にいいものなんですけど、はい、僕は割とね、嬉しい反面、うん、あんまりね、考えてないんです。考えてないんですか？というのは、僕が最後この例えば24時間レースね、うん、最後にタスキをやってきて、はい、僕がぶつけたらどうしようとかね、うんうん、パンクしたらどうしようだとかやっぱり車24時間走ってますからね、うん、いろんなこともう疲れてますよ、車も、うん、だからそういうので本当に最後のチェッカーまでいけるかなという、うんうん、車とね、ものすごく集中しちゃってますね。へえ、ね。まあ、そのじゃあ感傷的なこう感動はゴールをしてからその後にこうやってくるものですね。あの一番最初のね、うん、一番最初24時間を成瀬さんと走った時はね、うん、もうあの時はもう涙ですね。ファイナルラップの時には、あのここまでこんなことできたんだというね、うん、まあ、でも今は割とリアルなことを心配をしてるってことですね。今のは今はなるほど、なるほど、なるほど、リアルスティックということで、はい、さあ、そして今日この番組もファイナルラップということになるわけですけれども、はい、30分前編、今日はですね、メッセージでジッピーの皆さんとつながっていきたいと思います。森蔵とコネクトやっていきます。メッセージたくさんいただいてるんです。なので今日はどんどん答えていただきたいと思います。どんどんですね。どんどんです、はい、ではファイナルラップ第1コーナーは尾形さんです。尾形さん、こんばんは。こんばんは。 DJ 森蔵さんの最近の活躍を聞いているとかなりタフな印象を受けます。そこで質問です。はい、いいパフォーマンスをするためのトレーニング、またはお気に入りのトレーニングがあれば教えてください。よく寝ることでしょうね。寝ること。ええ、森蔵さんでもトレーニングもされてません？トレーニングしてます。そうですよね。それはね、一郎さんに紹介されたね、うん、あの初動負荷トレーニングっていうね、はい、あの肩の肩甲骨と、うん、腰の股関節の可動域を広げる運動ですね。うん、でそれによってその筋肉を柔らかくして結果姿勢を良くする、うん、で姿勢がいいといろんなものが調子いいんでしょうね。それと体にね、やっぱり私の年になりますと、うん、日々筋肉が落ちますから、だからそういうことをしながら、体に筋肉量を増やしておく、うん、それでその基礎代謝を上げるというような理解で、うん、なるべく1週間に1回はね、そのマシンにと一緒にね、うん、やってるっていうぐらいですね。まあ、でも体力必要ですものね、これだけお忙しい日々ですとね。いやもうね、ていうかね、休みがないからあれですね。本当にお疲れ様です、尾形さん、はい、ということです。ありがとうございます。一郎さんに教えていただいたトレーニングということですね。でも今みたいなね、尾形さんのようなそういうお気遣いが一番のエネルギー源かもしれません、はい、励みになるそうです、はい、ありがとうございます、はい、さあでは続いて、さやかさんからです。さやかさん、こんばんは。森蔵さん、トッチーさん、はじめまして。はじめまして。人生で初めてラジオ番組にメッセージを送ります。お、嬉しいですね。嬉しいですね。質問なのですが、森蔵さんは免許更新はどこでされるんですか？そして免許証の色はやはりゴールドでしょうか？免許センターや警察署に森蔵さんが更新をしに現れたらみんな驚くだろうなぁなんて考えているんですが、実際のところはどうなんだろうと想像を膨らませるばかりです。
最後に番組が一旦終わってしまうのはとても寂しいです。毎週欠かさず聞いていたのはこの番組が初めてです。ぜひまた復活してください。待ってます。ありがとうございます。私はね愛知県の住民ですから、はい、ですから平張りで免許更新をします、はい。免許の色は、はい、色はブルーです。ブルーです、はい、人生一度だけ、うんうん、ゴールドになったことありますけど、はい、それは海外赴任の帰りでした、うん、いなかったってことですね。日本にね、はい、まあいろいろありますからね。しかもね免許番号の最後の数字、うん、はい、ほとんどの方は0です、はい、私は2です。それは何が違うんですか。なくした数です。あ、免許をなくした数ですか、はい。で1回目の時はね、はい、なくさないでくださいよって言って渡されますけど、2回目は相当厳しくご指導されます、うん、あ、そうですかだから3にはなってないってことです、うん。最後の数字が2でブルーだそうですいろんなね、うん、経験を積んでます。そうですよね、はい、いろんな経験があるんです、はい。次行きましょうか、さやかさんだそうです。ありがとうございました。続いては安則さんです。安則さん、毎週楽しみに聞いています。 DJ 森蔵の素顔、無類のオムライス好きなど普段テレビでは見られない裏面が聞けてなんだかとてもほっこりしちゃいます。ありがとうございます、まあ、ラジオはねそんなあの日常のみんなの知らない森蔵さんの一面っていうのをいろいろと見ていただけたかなと思うんですけど。そうですね、うん、はい。あきこさんです。あきこさんこんばんは。こんばんは。最近この番組に出会ってから土曜の夜の団らんの定番になりました。おー、ありがたいですね。私たち親にとってもそうですが、うん、子供たちには世界のトヨタの社長がぐっと身近に感じられる貴重な時間となっています。ありがとうございます。この番組を通し自動車の開発をしてみたいと小学5年生の子供が言うようになりました。いや、それは本当に素晴らしいことですね、うん、待ってますよ。じゃあ続いて水木さんからです。水木さんこんばんは。森蔵さん、由美子さんこんばんは。番組が終わってしまうなんて悲しすぎます。先日小5の娘が新型スープラの実車を見て、大人になったらパパに買ってあげる、で私も買って2台並んで走りたいと言っていました。へえ、すごいね。最近の若者の車離れの話も聞きますが、娘のように車が好きな子供もまだまだいるはずなので、どうぞこれからもワクワクする車を作ってください。ありがとうございます。森蔵さんなら大丈夫だと思いますが、また DJ としても戻ってきてください。待ってます。はい、待っててください。はい、森蔵さん、はい、先ほど の、 あの自動車の開発をしてみたいっていう明子さんの息子さんも小学校5年生だし、うん、このスープラ欲しいっていう女の子も小学校5年生です。10歳ですよ。これね、小学校5年生ってね、うん、多分そのあれがあるんじゃないですか、はい、あの何ですか、自動車の工場見学。あ、小学校のプログラムで社会科見学がある年代ですか。多分多分あの、ね、小学校多分5年生だと思いますけどね。だからそう、ええ、車のことをよく知ったり見たりする機会がある年齢なんですね。ええ、なるほど。そういう意味ではね、うん、今度の東京モーターショーってね、はい、あのお子さん向け体感しようっていうのが一つのテーマなんですよ。うん、で今までねモーターショーっていうとね、免許持ってる人以上、はい、みたいなことでしたけど、うん、やっぱりお子さん、うん、キッザニアとかあるんですよ。え、森蔵さん、キッザニアがモーターショーの中にできるんですか。え、モーターショーの一区画にね、キッザニアとコラボをして、はい、各メーカーがいろんなね自動車を作ったり体験できるんですよ。職業体験できるってことですか。例えばメカニックになってみようとか、はい、カーデザイナーの経験しようとか、もっと渋いところで行くとね、はい、金型体験ね。渋っ。金型って金型って何ですか。プレスする時 の、 あの型ね、はい、型を多分ね作るんじゃないかな。わあ、渋いところ。渋いんですよ。でも、そういうのやりたいっていうお子さんきっといますからね。いると思うし、そういうことで自動車産業のね、その広さとかいうのも感じてもらえるし、やっぱりなんか物作るってね面白いと思うんですよね。はい、だからお子さんに来てもらいたい、それと何か体験しよう。で、あの今これだけね情報化の世の中ですから、何でもね、スマートフォンで今情報取れるじゃないですか。調べようと思えばね、そうですね。だから情報を取るにはそうなんだけど、体験しようとなるとね、で体験して何か感動してもらおう、はい、となると、あのこの車ファンっていうのが増えるんじゃないのかなと、ということで、あの今回いろいろとお子さんを対象にしてます。いや、楽しそうですね、今年のモーターショーは。ぜひ
たくさんのお子様連れ、お待ちしておりますのでよろしくお願いします。さあちょっと早いんですが、今日はたくさんコネクトしようということでどんどん行きたいと思います。ファイナルラップ第2コーナー、続いては浩二さんです。浩二さんこんばんは。私は四駆のトヨタランドクルーザープラドが愛車です。ちなみに先代のプラドを10年間、現行のプラドを購入して2年目となり、とても頼もしい相棒です。森蔵さんに質問ですが、四駆での思い出や思い入れがあったらぜひお聞かせください。よろしくお願いします。やっぱり何といってもね、このプラドに始まる四駆のね、うん、一番の思い出はサハラ砂漠を走ったことでしょうね。砂漠でのトレーニング、だんだん年末が近くなってくるとね、はい、来年のダカールライもね、うん、ちょうど今ね、あの三浦さんはじめね、はい、今年はあのアロンソも出ますからね、はい、そうですよね。彼らがモロッコラリーに出てるっていうことは、うん、多分サハラ砂漠走ってんじゃないかなと思いますね、うん、この時期、まあ、とはいえなかなか私たち砂漠には行かれないので、森蔵さん的にこう四駆で走って楽しいところというとどこですか？あのね、その愛知県にさなげにね、はい、アドベンチャーフィールドってのがあるんですよ、はい、そこはそのいわば四駆をね、普通の道で走ってても本当に四駆の運転できるような、ね、はい、道ってないじゃないですか。ないです、ね、確かに。でそれがね、ものすごいいろんな道あります。こんな岩場のとこ登ってくのとかね、ここ渡るのとかね。そうすると普段乗っておられる車だとそういう道やると大変ですから、はい、そこには車用意してありますから、あ借りて行かれるんですね、はい、そうするとね、あの車の良さ、凄さ、要はランドクルーザーっていうのはいかに命を運んでる車かっていうのがね、体感できると思いますね。へ、はい、じゃあ自分で四駆を持ってなくても楽しめるんですね。そこに行けば、はい、アドベンチャーフィールドですね、はい、浩二さんアドベンチャーフィールドだそうです。続いて石井忠さんかな。毎週さまざまなことを楽しく学ばせていただいて、番組が終了するのはとても残念ですが、超多忙な森蔵さんの DJ を聞けたことは奇跡だと思っています。今までありがとうございました。こちらもありがとうございます。私はこの10月で18歳になるMRS に乗っています。おー、すごい。しばらく乗り換えの気持ちはありません、はい、売り上げに協力できずすみません。いえいえ、やっぱり MRS ってね、あのミッドシップの、もう生産中止になってくるんですからね。でもそのくらい気に入ってるんです、はい、大事に乗ってください。ところでトヨタでタイヤを製造するということはしないんでしょうか？ふと思ったんですが、トヨタでタイヤを製造すれば自動車メーカー他社がトヨタのタイヤを装着しているなんてことも起きるかもしれませんよね。どうして自動車メーカーはタイヤを製造しないのですか、という質問です。タイヤを作るのは、はい、とっても難しいことだからですね。タイヤってのはね、はい、車の中でね、あの私に言うとね、料理でいくと塩なんですよ。大事なかなりだから、そのタイヤ塩を振るとね、はい、その例えばスイカに塩を振れば塩辛くなるのかっていうと違いますでしょ、はい、甘くなりますね。甘くなりますでしょ、はい、だから塩ってのはその素材の良さを出すものなんですよ。あ、そういうことですか、はい、だからその道はいろんな形で変わる、うん、でその車というものがね、あのどんな味なのか、うんうん、その素材の良さを引き出すのがタイヤなんですよね。だからね、あの結構というか難しいですよこれは。そんなタイヤを作るのは難しいので、タイヤはタイヤ屋さんにということですか？タイヤ専門メーカーですね。これは世界でもそうたくさんあるわけじゃないですかね、はい、そういうことなんだそうです、石井さん、はい、じゃあトヨタのタイヤが見られる日っていうのは来ないですね。ないでしょうね、はい、ないですよだそうです、はい、続いていきましょう。えつこさんからです。えつこさんこんばんは。森蔵さんはアポなしで現場を訪問されると聞いたんですが、はい、全く本当に連絡せずに突然訪問されるんですか、はい、それとも直前には訪問される先の責任者には連絡するんでしょうか？訪問する責任者じゃなくてね、うん、そこの現場の親父みたいな人には、あの連絡しますね。あの責任者にやると責任感じて、はい、やっぱりねいいとこ見せようとするんですよ、うん、で私が飢えてるのは真実なんです、はい、うん、ね、あのその現場で困ってることあるんじゃないのとかね、
なんかそういうその本当の姿を見たいんですよね、うん、その準備した姿ではなくて、で準備するとやっぱりいろんなところでね、やっぱりみんな褒められたいと思ってますから、うん、いいところを見せようと。そうですね、で褒められたいと思うんです、うん、いやその別にね、褒めることは褒めるんですけど、うん、やっぱり真実に飢えてるんですよね、うん、だからそういう意味で連絡しないんです、うん、で連絡するにしてもその責任者だとそのねいいとこを中心にしますから、はい、うん、だからどちらかというと親父さんたちにやりますと、うん、一番詳しい人をつけます私に。うーん、そうすると一緒に歩きながら、はい、これ何なのって言った時に一番詳しいのがそばにいますからね、うんうんうん、割と何でも答えてくれる。うん、そうするとそれが真実をする、はい、知る一番いい方法なんですよね、その現場現場に親父的存在の方がいるわけですね。いるんです、はい、それがねやっぱり一つトヨタの強みだし、うん、私が非常にねの力になってるところだと思いますね。うん、はい、メッセージありがとうございました。悦子さんありがとうございました。さあではここで一曲いきましょうか。森蔵さんではリクエストの曲お届けしたいと思います。はい、瀬戸市のてるみつさん、日清市のジッピーさん、リクエストありがとうございます。ありがとうございます。赤江さんの You Can Do It。 You Can Do It。さんの You Can Do It お届けしています。森蔵さん、この曲はエンディングテーマになって、いつもね、はい、はい、なんとなくこの曲が出るとね、うん、あ終わりなんだ、ね、そうですよね、なんかもうすっかり馴染んでますよね、はい、あもうそんな時間かっていう感じですが、これは一番初めに森蔵さんがラジオデビューをした時からのエンディングテーマで、はい、森蔵さんがこの曲をエンディングにしようと決めたわけですけど、はい、会社のロゴみたいなものにね、スタート You Are Impossible っていうのがあるんですよね、うん、でインパッシブルの I と M の間にね、はい、アポストロフィーをつけると、うん、I'm possible に変わるわけですよ、はい、ね、でいろいろオリンピックパラリンピックに対しても、うん、特にパラリンピック選手とかね、うん、あなたのインパッシブルをパッシブルに変えようよと、はい、いうようなことをやっぱりトヨタグループ挙げてやってるんですけど、うん、それを非常に表した曲が You Can Do It なんですよ、うん、だとこのテンポがなんとなく好きだったので、はい、これをなんかいつものねファイナルエンディング曲になったから、そうですね、これはね良かったなと思いますね、ちょっと番組とかこう聞いた後に鼻歌で出ます、残りますよ、残るんですよ体の中 に, そうですよね、うん、リクエストありがとうございます、はい、てるみつさん、そして日清市のジッピーさ ん, さんありがとうございました。ありがとうございました。 DJ 森蔵ハンドザマイク、DJ 森蔵ハンドルザマイク最終回ファイナルラップは感謝のコネクト。もう残り時間も少なくなってきました。なのでもうちょっとだけいきましょう、はい、番組終わっちゃうの名残惜しいよというねメッセージがたくさん届いてるんです、うん、名古屋市のジッピーさんからいただきました。なんとなく習慣になってずっと聞いていました。お二人の絶妙な掛け合いが心地よく素敵な時間をいつもありがとうございました。森蔵さんが番組に出られない時もありましたが、それがとてもリアルで身近に感じられました、うんうん、またいつかどこかで本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に
さとしさんです。さとしさん、番組が終わってしまうと聞きました。本当でしょうか。聞く側も慣れてきただけにとても残念です、はい、でも多忙な森蔵さんを考えると点々点。また聞く側をあっと言わせる放送を待っております。ドライブしながらの独り言を放送するっていうのも面白いかもしれませんね。楽しみにしています。一人喋りなんていうね。一人喋りね、うん、それもいいかもしれないですね、うん、旗で見てたらなんと思われたのかな。喋ってんな森蔵さんな。一人で喋ってんな。忙しいんだなってきっと忙しいんだって思います。大丈夫かな。もう一つ、あつしさんです。あつしさん、うん、こんばんは。こんばんは。番組開始から毎週配置をしてきましたが、森蔵さんのものづくり、レーサー、管理者としてなど多方面なお話が聞けてとても楽しい番組でした。またチャンスがあったらここ ZIPFM に戻ってきていただけますでしょうか。ありがとうございます。もうこういうコメント嬉しいですね、うん、いや本当にたくさんこの名残惜しいというメッセージ届いてるんですけれども、はい、ごめんなさい、お時間の関係でですね、はい、もうこのぐらいしか今ご紹介ができないんですけれども、届いたメールはすべて森蔵さん目を通して読んでいただきますから、はい、はい、たくさんのメッセージ本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。 77.8 ZIP FM DJ 森蔵 Handle the mic。DJ 森蔵とトッチーこと遠近由美子がお送りしてきました DJ 森蔵ハンドルザマイク。ファイナルラップ最終コーナーを回りました。エンディングの曲は森蔵さんたちがニュルの24時間レースを走る姿を見て作られたという阿部周平さんのテールライトの向こうでフィニッシュを迎えたいと思います、はい、森蔵さんにとってはこの番組が初めてのラジオのレギュラー番組でしたよね。ねえ、ということは今回が初めての最終回です、はい、最終回というと、まあ、ラジオ業界では定番なんですけれども、うん、番組を続けてきた14ヶ月、ここを振り返ってその感想をね、ぜひジッピーの皆さんにお話し、そして今のお気持ちを伝えていただきたいんですが、ね、僕ラジオってのは初めてだったんですよね、はい、それでね、ラジオってねやっぱり難しいなというのと、うん、要はそのビジュアルがないじゃないですか、はい、映像が、うん、映像がない中でどう言葉でね、はい、あの表現するんだと、うん、それでそれはねものすごく学びになりました、うん、でそれプラス、ね、ディレクターとかトッチーさんからね、うん、ここは8分でやってくださいとか言われますしね、はい、あれがね僕ねいろんな仕事で、ね、めちゃくちゃ役に立ってます。あ、そうですか、はい、だから今だとねこれ何分で説明するの、うん、って聞くんですよ、はい、そうすると5分ですかっていうと5分ぐらいにね、うん、だいたい説明ができるようなトレーニングがやっぱりこの収録の時にね、うん、相当磨かれたなと思うと。それとやっぱりラジオで聞くのと、はい、あのこの文章で聞くのと映像で聞くのではね、やっぱりねこのね言葉だけで聞くのはものすごく人の心にねあの入ってくような気がしますね。そうですね、届きますね、だからそれがね僕ラジオをこうやってやらせてもらって、うん、あのものすごくラジオのこの魅力というかね、うん、ラジオのその素晴らしさ、うん、みたいなのを大発見できたような気がします。いや本当にその何分で喋るのこれっていうの本当森蔵さんよく言うんですけど、それ喋りのプロのやることなんですよ、うん、よくあのレーサーさんたちが、番組に来ると森蔵さんは、あのレーサーじゃないのに僕たちと同じようなトレーニングをして僕たちと同じようなことをやるってみんな言うじゃないですか、うんうん、それ全く私も同じことを感じてて、私たちがプロとしてやっていることを極めようとする森蔵さんは、いやバカにされないようにしてる、いや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 、そして極めてしまうからねこの14ヶ月で、今はもうその時間尺というのは体にしっかり入ってらっしゃいますもんね。入ってますね、あとはどんな質問が来ても、うん、まあ、この14ヶ月ずっとそうでしたけど台本というものがないので、ないから、だからどんな質問が来ても答えるというね、うん、はい、あの体制ができてきた、うん、これはねいいですね。だからすごく森蔵さんそのものの言葉、はい、作られてない言葉っていうのが、はい、まあ、ジッピーの皆さんに届けられたんじゃないかなと、うん、それと今日のねいろんなねコネクトのお便り聞いててね、はい、本当にありがたいなと思いました、うん、あのやっぱり僕ってね毎日いろんな発信をしたり、はい、いろんなことしてますけど、あんまりフィードバックっていうのはないんですよね、うん、
ね、果たしてこれね、この私の言葉って、私のメッセージって一体どうやって伝わってんだろうなとかいうのが、今日ね、改めてこうやってお知らせいただいて、日々忙しいんですけど、本当にジッピーの皆さん方のそんなお便りで、ラジコを通じてね、はい、この地域だけじゃなくて、全国的にもつながりました、はい、トヨタイムズのあれでね、世界で ね、 そうですね、働いてる仲間たちも、言葉を待っててくれたようなとこありますから、忙しいんでごめんなさいって感じですけど、はい、まあ、3週間なんですけど、まあ、ピットストップみたいな気持ちでね、いつか余裕ができれば、はい、余裕ができる時があるかどうか分かりませんけど、やっぱりね、ラジオの魅力はものすごく分かりましたので、うん、ぜひともね、これからもラジオの応援団でいたいし、うん、一緒にラジオ業界盛り上げましょう。もうそう言っていただけると嬉しいですね、はい、ラジオ業界の人間としても。さあ、それではですね、本当にそろそろお時間です、はい、最後にしっかり締めたいと思います、はい、いきますよ、はい、DJ 森蔵ハンドルザマイク、14ヶ月ありがとうございました。またお会いしましょう。ここまでのお相手は DJ 森蔵とトッチーことトッチカ由美子でした。ありがとうございました。遠くに消えてく、また君が走り抜けてく、 Over the green hill